かっけー。ジューシー、おいしい、果汁、ハイチューのグレープ、食べまーす。よし、開けよう。ん？あれ？あれ？あれ？ハイチューのグレープか？あれ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 ？ちょっと、ちょっと、あれ？あれ？あれ？なんか変だぞ。あれ？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 うわ、うわ、うわ！禁断の果実になった。はぁ、あ。どうも、MSPMR トリブルナインです。本日はですね、カプセルロックシード03、回してきました、早速ですね。なんとですね、またまたね、発売日のね、なんだっけ、4日前、前3日前だったんですけど、今回4日前にも、実は発売されてました、とこがあったんで、もう買っちゃいました。はい。今回ですね、前回に1000円回して揃ったんですけど、残念ながら2000円回さないと、このブドウが来ませんでした。なぜかと言いますと、残りが、なんとですね。龍気、龍気、龍気。なんですね。龍気三兄弟、じゃんじゃん、っていう感じですね。はい。龍気が三つ被ってしまいました。はい。龍気だらけですね。はい。ということで、まあ、せっかくなんで、まあ、レビューしたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい。では、今回では03でございます。では、開けましょう。さて、どう違うのかな、今回は。さて、よいしょ。はい。今回これですね、ブドウ6シードになります。で、龍気6シードですね。で、メッキバージョン、同じメッキバージョン、そして、メッキバージョンですね。さてさて、今回ですね、そうですよ。今回、ブドウ6シードとかだったら、まあ、こうなんですけども、今回そうですよ。ライ、龍騎なんで、ライダー、レジェンドライダー6シードが出ました。今回その最初がこの龍騎です。はい。はい。それが書いてあります。はい。龍騎6シードの場合は、ロック解除音と変身名乗り音、そして3回目までなんですね。で、3回目で1回押すとファイナルベント、2回押すとアドベント、で、3回以上押すとソードベントですね。という音声が鳴ります。あー、龍騎のあのおもちゃのギミックの音声が、の一部が鳴るみたいですね。すごいな。あ、こうなってるんだ。なるほど。じゃあ、音声を、じゃあ、今から確かめましょうか。では、まあ、残念ながら、この二つは当たりませんでしたけどね。メッキバージョン、さすがに。こっち光るんですね。こっちの龍騎の、メッキバージョンは。まあ、残念ながらこの二つで、この龍騎は見つかってしまいました。では、早速、ちょっと、開けますね。ちょっと待ってくださいね。では、紹介しましょう。じゃあ、まず、ブドウ行きましょうか。はい。前に龍騎があるんでね。よいしょ。ブドウです。来ましたね。これで、メインライダー5人の、6シードは揃いましたね。では、こうなってます。ナンバーが09ですね。6シードナンバー09です。で、ブドウの形してます。すっごいブドウの形してますね。で、ここにボタンがあるんですけど、見えにくいと思いますけど、ここに1番、2番、3番って書いてますね。ここは、なんともないですね。型。これはなんともないですね。1番かな？あ、1番ですね。1番で解除、ロック解除ですね。なるほど。では、じゃあ、まず中身見ましょうか。音声の前に。よいしょ。ほー、あ、綺麗。クリアパースですからね。ガチャなんで。あー、綺麗、綺麗、綺麗。で、ここに、はい。龍拳の、武道龍法でしたっけ？武道龍法の紋章が入ってます。中国っぽいですね。なんかいいですね。中華っぽいです。では、わかったということで、では、ロック解除しましょうか。いきまーす。押しまーす。
どうって言いましたね。ああ、確かこの音声でしたね、本編でも。さあ、では、返信いきましょうか。お願いします。いいですね。ああ、これです、これです。竜鳳、ははは、ですね。いいですね。では、もう一回押しましょうか。しかしですね。お、10の音になりますね。ぶどう、しかし、っていう、なんか、テンション高いです、ちょっと。では、もう一つ、あれですね。いきますね。おー、いや、やはり、竜拳、仮面ライダー竜拳、ブドウアームスと言いましたね。じゃあ、オーレ、スカッシュ。じゃあ、すいません、オーレとスパーキング行きましょうか。次です。スパーキングですね。という音声ですね。はーい。ぶどうに関しては以上ですね。ほー、いいですね。いい。できいいですね、本当に。500円の価値ありますよ。今回それにセーブが回しまくって、龍騎が見つけました。ぶどうレアなんだな。では、ぶどうさんは、これで、終わりです。さあ、気になる、皆さん気になると思うのはこれですよ。レジェンドライダー。ロックシードですよ。来ましたよ。じゃあ外します。残りの竜技は多分同じなんで、間違いなく。一つだけ、この一つだけをレビューしたいと思います。さて、じゃあまず、解除に関しては、横ですね。竜技の場合は。で、中身。ここに竜技の顔が、かっこいいですね。で、外すと、よっ。おー、ここに、ベルトのマークと、下に、カードがありますね。はい。龍騎の相棒のドラゴンですね。ドラグレターですね。難しいですね。はい。では、消します。では、音声気になりますね。行きましょうか。どんな音声なんだろう。行きます。せーの。おー、龍騎って言った。これは嬉しいですね。じゃあもう一回押しましょうか。すると。かっこいい！おー、リュウキアームズ、戦わなければ生き残れない。っていうセリフが流れます。うわー、すごいこれ。うわー、いいね。じゃあ次なんだ？すごいな、待って、ちょっと取り外しました、ちょっと。ちょっと待って、これすごい。じゃあ次、ファイナルベント、1回押したらファイナルベントでした。じゃあ次なんだろう、2回目行きましょうか。で、2回押します。アドベント、そしてドラグレッドの音声が鳴りましたね。おお、じゃあもう一回行きましょう。じゃあ次3回押すとどうなるか。そして3回押します。最後はソードベントなんですね。1回目のが、なんか強い技ですね。確か、ファイナルベントが強い技だったかな、龍騎は。確か、音声的に。確か、ですね。1回目が強いんですね。あ、そうなんですよ。確か、ガイムも、オレンジスカッシュの時、あれなんですよ。ライダーキックなんですよ。1回目が。でも、龍拳の場合は、スカッシュの場合だと、あれ、11冊なんですよね。多分、それぞれ違うんでしょうね。まあ、ライダーによって、まあ、
まあ、鳴らす回数っていうか、切る回数で、まあ、必殺が、まあ、強いか弱いかがわかりますね。あ、なっちゃった。すいません。ですね。以上です。いいね。ちょっといいな、これ。待てよ。これ、いろいろなやつ出るんですよ、後々。これ、竜気みたいなのが。ということは、まずいな、鳥肌立つな。待って、一番気になるの僕は、あれですね、オーズですね。オーズもうすぐ出るんですよ。タジャドルだっけ？いつだっけあれ。タジャドルのやつ出るんですけど、めっちゃ気になるんだ、タジャドルが。うわー。しかも音声が、いつものフルーツの方の、人の方の音声なんですね。龍騎の時のベルトの音声の人の声じゃないです。声でなかったっけ？なかったですね、多分。音声、あ、声ありますね。ファイナルベンドっていう。あの声ではないですね。このフルーツの、こっちの方の声の人と同じですね。ああ、戦わなければ生き残れないっていうのちょっとびっくりしました。ちょっと鳥肌立ちましたよ。はい、ということで以上です。ロックシードは03でした。はい。では、次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。よいしょ。カウントザロックシード。現在、スマイルトリプルナインが持っているロックシードの数は、8つです。ご視聴ありがとうございました。